はい、こんにちは、安田徹です。実は今回の、回答はちょっと私原稿を書いていまして、もうちょっと危なくて、もう椎茸君と桜君が、2人でこうやって、くれていたんですが、まあちょっとなかなか東大の理科の問題はこれは大変ですよね。もう本当に何というのか、受けたら解けるかって言ったらちょっとなんか僕は解ける気がしない。受験生だったこう一番最高潮の時でも解ける気がしない。どう？受験生の時解ける？って感じですけど。できます？まあ僕は受験生の時に解けずに落ちた人間だからね。いや僕の年も簡単だった年なんで。ああ、いや今これだったら結構悲しい顔をしてる気がします。まあただなんていうのか、こう順当に行けば、要するにこう、実は簡単なのに試験場で判断を誤ってしまって、それでうまくいかなかったとかそういうことはないよね。こう解ける人は解けるし、もう解けない人はもう絶対解けないしみたいな。あんまり下克上はあんまり起こらないタイプ、ね、そうそう。いやそうですね、なんか本番だけラッキーでできたみたいなことはないタイプのやつ、ないよね、ない、ラッキーにはならないタイプ、少なくともなんか優しい問題集をやっていれば、東大は大丈夫とか そういうようなことは、これは絶対無理な、状態だと思うんだよね。やっぱり普段から、なんかすごいトレーニングをしていて、でしかもなんか試験場で、調子が良かったら、解けるという、ハードなトレーニングの上に、調子が良かったら解けるという感じかなというふうに思いますね。まあともかくこの2番はもうよくある、タイプだ、からまあちょっと計算量は多いけどね、ここはできなきゃいけないと、思うんだけど、これがこうちょっと出だしがすごいね。こう対象にこう折り返していくところで、まあこれは頑張れば様子が見えてくるし、でどっかで切れてしまうと、まあなんだかわかんねえやと言ってこう切れてしまうとおしまいかなっていう感じがありますね。だからまあこの、234のあたり、をこう確実にこう、取っていくと、やっぱりこの空間の5とさ、空間の、1がちょっとなかなか想像がつきにくいところがあると思うんだけど、それからちょっとどっちかというと こういう空間の円錐とか、こう空間のこう回転体の体積っていうのはもう昔流行った、もので、まあどちらかというと、まあ僕の中では古い話題っていう感じがあるんですけども、要するにこう、そういうものもだからこう、現在のこう多大学での流行ではなくて、こう長い間の入試の、こう全体像みたいなものをちゃんと把握して、やらなければいけないかなっていう気がするんですよね。だから、そういうこう古い問題も、頑張ってこう、やっていくっていうことが必要なのかなっていうふうに思いますね。特にこういう、 こう切る位置によって、こう最短距離と最長距離が変わってくるっていうのは最近あんまりないからね。でしかもその去年、
どこでしたっけあれは、最初にあった愛知以下ですかね、最初は愛知以下、最初は愛知以下か、うんうん、あと順天早稲田とそうそうそう立て続けに遮影してやるっていうねそんなのが出てくると思わなくって、それから伝説の良問100っていう、講談社のブルーバックスから出してるやつにもう あの時点で消えてしまったんですよね。こう遮影してこう回転するっていうのは、あの時点で消えてしまったんだけど、まあ、とてももったいないからもう無理やり載せておくみたいな感じでこう書いていたら、まあ、こうやって2年連続で出てきたので、まあ、伝説の良問100に載せておいてよかったかなというふうに思います。ね、まあおかげさまでね、伝説の良問100の追加注文をいただきまして、伝説の良問1002を、こう書けというふうに言われておりまして、まあちょっとぼちぼちやってるところなんですけどね。まあなかなか、そういう意味ではまあ、ある意味でとてもいい問題かなというふうに思いますね。で問題は6だぜ、6は私は解けません。だいぶ時間かけました。うん、もうちょっと他のが他のがもっとカスカスだったら やれるかもしれないけど、これだけこうすごくてで ここにお前がいるかみたいな、もう本当にね、なんか、こう相撲を取っていて白鵬が終わったら、今度はゴジラが出てきたみたいな感じでさ。ここでやるまた本当にすごすぎるよこれは。いやだから今年一応整数が最後だから、まあそのお別れ会なのかなっていう勝手に思う。そういうことね。そう最後6問においてこうバイバイ今までありがとうっていう。整数って最後って出さないって言ってるの？まあなんか一応こうなんかその不定方程式とかユークリッドの五乗法とかその辺は多分あんまり大ピラには出さないようにきっとなる。僕が受験生だった頃でも整数っていうのは教科書になかった。で、ユークリッドの五乗法はさすがに使う問題はほとんどなかったんだ。それでも あったにはあったんだけど、ユークリッドの五乗法を使う問題はほとんどなかったんだけど、それでも整数論の基本定理AX たす BY イコール1の話とかそういうのは別に出てきても関係ないし、だから僕は整数出てくると思うけど、まあどうなんでしょうね、うん、分かんないですね、うん、まあ何か出さないってもう言ってる大学も一応ある。あ大阪とかは確か出さないって言ってるし、まあ、なんか東大がどうなのかは分かんないですけど、うん、まあひとまず一応整数今までありがとう感謝祭スペシャル、まあ、だからユークリッドのご情報なんか入れるからいかんのだよ。まあだとしても最後の最後にこれができたらたまったもんじゃないですか。すごいよね。だから多分整数論の先生は多いので東大は、だから誰かが作りためとずっと傑作で出そうと思ってて、きっとずっと却下されてたのかもしれないですけどね。でももう今年ラストイヤーだからもういいよ最後出してって言われて放出されたゆえのこれなんじゃないかとか。なるほど。全然わかんないですけどね、勝手に言ってますけど。うん、なかなかだよね。うん、うん、本当にこれはこういうの作れって言われてもちょっとできないよね。カッコ1レベルですよね、作れて。カッコ1のカッコ1です。カッコ1かな。カッコ1、X3 乗足す 10X2 乗足す 20X なら、まだ、ね、まだ作れるけど、カッコ2は作れないです。どうやって素晴らしい。傑作ですね、これ。素晴らしい。あまりにも素晴らしい。はい。まあ、これはまあ、鑑賞して、おしまいにすると。まあそうですね。いやそうですね。鑑賞用ですねこれね。
まあでもあのやる人はいないよ息が続かないもんもう 1,2 あたりで息切れですよね。あ 1? 1と2で息切れでしょ。いやでしょうね。にも別に数学的にはそんな難しくなくてもやり遂げるってなると大変ですよ。いやそうそう、関東は結構難しいと思います、うん、長いもんね計算ね。長いですね、うん、そう、これもなんか最大と最小の x を求めるだけならいいんだけど、うん、あその値まで出さなきゃいけないから結局積分を実行しなきゃいけないので、そうそうそう、で、ね、タンジェント型とログ型両方あるからね、また嫌な感じですよね。ログタンジェントだから3もすごい。あの商業用模試だと、まあこれあの多分ほとんど没になると思うんだよね。もう難しい、うん、あの こういうのだと商業用模試だとだから電話かかってくんだよ、あの受験した人から、 あんなすごすぎると言って、こういうのをその全く忖度なく出せるのはうちの模試だけですからね。うちの模試だけは好きなものを好きなように出してます、ね、毎年ね。全然人のこと言えない、他のところに出したらみんなボツなんじゃないかっていう難易度のものばっかりうちの模試だけは出せるんですけどね。やっぱりあの こういうあの位置によってあの場合分けが出るような回転体は、必要だったね。いやー、今時かなと、今時こんなんはないかなと思って外して、頭から外しているところがあるからね、うん、来年は出しましょうか、うん、こういうの出しましょう、作文会議に出るのかなどっかでは出る、あどっかで来年もどっかでは出ると思う、うん、なるほど、うん、6みたいなのはちょっと作れないですしね、なかなか、うん、すごすぎる、うん、もう脱帽であります、まあ、というわけであの今年の、受験の人は、なかなか大変でありました。